で今ねバス乗ってるんですけどね、パタヤまで行くバスです。で、38番だったんですけどね、こう見て38番、でもなぜか席がないです。面白いな、席がないけど多分取っちゃった非常口のとこだからね。それでも38番で予約ってないけど、誰か来たらどうしようかなっていう、そこに座るしかない。ここに多分前に席があったんですけど、35、36、37、38だったんだけど、まあ今のところ誰も来ないんで40番の席にね、まあ、ここに座ってます。でこんな感じです、バスの中ね。うん、ベンツのやつで合計で40人乗りです。108バースなんで日本円でだいたいいくらっていうと360円ぐらいか、今のレートで。だから40人マックスでと言っても1万5000円ぐらいかですね。まあ物価が安いですからね、日本の4分の1、5分の1ぐらいなんで、給料とかもね。まあもちろん全然それでも利益が上がるわけです。で今この板前のバスタイムに出発しました。